人気のチュードル自動巻きモデルです。ロレックスのディフュージョンブランドとして知られたチュードル。ロレックスの創始者ハンス・ウィルスドルフがイギリスでの販路拡大のために立ち上げたロレックスのサブブランドとして有名です。オイスターケースやスクリューリューズなどロレックスのパーツを流用し、優雅なスタイルとクオリティを継承、ロレックスにはない異色のモデルが存在することからも多くのファンに支持されています。現在ではブランドをチューダーと呼称して上陸、再びブームとなっています。このモデルは自動巻きのプリンスオイスターデイト、ベーシックなメンズモデルです。ダイヤルトップのロゴは縦マーク、ビジネスシーンでも安心してご使用いただける落ち着いたシルバー文字盤です。インデックスはアプライトのバーインデックスで、ディフンシンもバーハンドのシンプルフェースです。ベゼルはエンジンターンドベゼル、飛行機のプロペラを模したとされる人気のバリエーションです。搭載ムーブメントは高性能エタムーブメントで、精度はお墨付きです。リューズはロレックスのクラウン、また裏蓋にはオリジナルオイスターケース by ロレックスジュネーブの刻印が確認できます。風防はプラスチック製です。装着のベルトは未使用の片押し社外製です。コンディション、ダイヤルは経年変化してスポットが所々にありますが、目立つシミなどのダメージはありません。インデックス針も少し経年変化していますが、錆などは出ていません。ケースは経年の擦れと軽い小傷があります。裏蓋の刻印は確認できます。風防は目につく傷はありません。社外製ベルト微乗未使用品です。操作方法、リューズの締め込みを解除します。ゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。デイトは針を回してチェンジします。針の繰り戻しによるクイックチェンジも可能です。操作後は締め込みます。日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差を感じることがあるかと思います。ラグ幅は19mm、ケース径は約 34mm、 リューズ含まず縦ラグタンからラグタンまでは約 40.5mm、 厚さ約 10mm のメンズサイズです。アンティーウォッチマンの代行お任せコースは、商品撮影と説明文を代行します。販売価格のアドバイスもいたします。